ウェルター級サネカタタクミ VS 稲井亮也。この試合はウェルター級3人3段の延長1ラウンドで行われます。 67.5kg ウェルター級3分3ラウンド延長1ラウンドです。稲井亮也対サネカタタクミの一戦です。この放送の解説も引き続き五日さん、そして特別ゲスト志田ねねさんです。さあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。五日さん、はい、先ほど石川太一が見事勝利を収めまして、そうですね、ウェルター級これから熱くなっていくだろうというそんな階級になりますが、まさに上位ランカーの対戦になりましたね。先ほどアピールしてましたからね。そうでしたね、うん、金方選手もね、33歳のベテラン選手なんでね、はい、ちょっと12戦の選手を止めるか、どうかというところじゃないでしょうか。2人ともなんか足技が上手なイメージがありますよね、うん、ある程度距離を取って足で試合を組み立てていこうという実方拓海、まあ、いないは基本的にはオールラウンド、もちろん足技も得意です。ターゲット所属です。いない選手もなんか1ラウンド結構ローから攻めていって後半なんか、はい、上に仕留めに行くっていうイメージですよね。一試合を通じての、まあ、プランニングというところになりますよね。そうですね、組み立て方が上手なのかなと思って前回の試合見てました。なるほど。対するこの実方、まあ、3月の K1 対抗戦でね、 K1 のところに乗り込んでという実方でしたね。そうですね、はい、まあ、残念判定でちょっと負けてしまいましたけど、次の試合で、ね、しっかり KO で勝っているので、はい、復活して、このリングに上がってきてますからね。またこのウェルター級を楽しませる、熱くさせる、そんな2人の対決になります。ベルトを巻くのは中野亮太です。中田選手のストレート本当に、まあ、今いい色だ。まずは相手の動きを見ていこうというところ。両選手今回の大会が結構狙ってる、最初1ラウンドから狙ってる選手多いですよね。ああ、そうですか。何か一発でというようなそんな空気感、じわりと前に出てきます。しっかりやっぱり最後自分の攻撃で終わらせるという実方選手、さすがベテランですね、うん、こういう試合展開が一番ドキドキするんですよね。待って、何が一瞬で起きるか分かりませんからね、石田さんね。そうなんですよ。さらにウェルター級ですから、一発で相手を倒す、そういったものも両選手ともに持っています。最後はカーブを入れてこようというされ方、しっかり入ってますね。左フック、うないの左フックが入ったか。テンプル、ちょっと止まった。これで警戒す、あーちょっと目入りましたね。目も赤くなりました。右目ですかね、され方のところがちょっと赤くなっています。先ほどの左フック捉えたかもしれません。でもまだ見えてそうですね。稲井がじわりと相手を見ながら、ここまではパンチの攻防、逆にこのように実方は最後コツコツとカーフを当てています。今のカーフ、目にああいう風に入ると結構こっちの目が見えなくなっちゃったりするので、はい、ボディーへ、ヒルク、実方今のはいいタイミングでした。いい距離で戦ってます。ここで第1ラウンドが終了しました。実方が左のフックもらったんですが、最後この第1ラウンドの終わり際、ボディからの左フック、これを打ち分けていきました。さすがですよね、やっぱり目が見えなくなってもやっぱ攻撃を止めるとやっぱそこがポイントになってしまうので、しっかりと離れてカーフを蹴ったり、下を相手をこう攻撃にして上に持っていくっていう風に、やっぱ立て直し方がすごくやっぱ重要ですよね。意識をしっかりと持っていったというような、そんな形ですかね。そうですね、しっかり今上を狙ってしまうとまた同じのもらってしまうと危ないので、下で攻撃で次につなげる
ように持っていったという感じじゃないでしょうか。皆さんいかがでしょうか。今の話、ね、いちかさんも聞いててこれが33戦の経験値なのかなってそうですね思いました。実方は33戦21勝9敗5 KO というここまでの戦績です。対する稲井陽也が12戦9勝2敗1分け 6 KO です。復活しておりました。実方拓実が今年のおー左ピーノが回転しっかりもう一回左引くか。実方のテンプルあたりを捉えます。ただ前蹴り稲井選手のパンチ強烈ですね。あの左って見えてるんですか。結構入ってますよね。多分見えてない可能性ありますよね。なるほど。じゃあの稲井選手結構散らして散らしてでも上手に打ってるんで、はい、入るかというところでした。はい、パンチだけに頼らず下に意識を持っていったりも上手にしてるんで、はい、つなげていくので見えづらい分かりづらいところがあるんじゃないのかなと思います。実方もカーフを打っていくんですが、稲井もしっかりとカーフを返してきています。右のミドルちゃんとフェイントができましたね。フェイントから前へというようなそんなコンビネーション。聞いててもいいんですけどね。左ボディ中にスッと入っていったのはいない。ワンツー前にこの出てくるときに実方も膝などを合わせようという瞬間ありましたね。そうですね、よく見てますね。実方は相手の出方によってこのようにスイッチしてきます。離してから膝、膝が飛んでくる。さあ、残りは1分、左フック、やはりこれですね。実方選手、あのそこ狙われてるから、また左フック、ただそこを返していった実方。1分切っています。左フックはもらいたくないですね。逆にいないとしてもあれをかなり狙っています。狙ってますね。ここでパンチの応酬、ちょっと応酬が見たいですね、はい、第2ラウンドでどう動くか。最後にしっかり左振りますからね、はい、ハイキックまで持っていった実方。前に出てくる稲井、ここで第2ラウンドが終了しました。やはりこの稲井の左フック、そうですね、これが効きましたね。最後はしっかりフックで終わらせてますからね、あのコンビネーション組んだとしても、はい、やっぱそこ一番狙ってると思いますね。逆に実方としてはどうでしょうか。実方選手もよく見てますよ。やっぱりしっかり返せてるので、今みたいにあのハイキックだったりとか、ああいうのはあのすごくポイントも高いと思いますし、相手もやりづらいと思います。 KO 撃ということになるのか。次がファイナルラウンド、両陣営セコンドからのこのアドバイスがありまして、いよいよ最後のラウンドに向かいます。まずは稲井陣営としてはどのように最後組み立てていきますか。やはりあの今までと同じように、その今弱ってる左フックで仕留めに行くっていうところじゃないのかなと思うんですが。さあ、また歓声が一段と大きくなりました。対する実方としてはどうでしょうかね。実方選手もね、ストレートがね、あのやっぱ得意技としてるので、しっかりあの散らしながら狙っていってると思いますよ。はい、もう一度スイッチ、またスイッチで左サウスポースタイルにしました。実方追っていこうというのは実方になりました。逆に稲井が返していきます。左フック、やはりあの左フックです。実方としてはちょっとあの左フックが見えていないか。
逆にあの左フックを最後当てきるためにどう稲井が散らしてくるか。しっかり見ていますね。どうぞ、ああやってミドルを蹴って左あの右手を下げさせているという。もう一回来ますよ。前蹴りから膝が入ったか。サネ方の膝です。このように喧嘩四つの形にしてお腹のあたりを狙っていこうというサネ方。ストレート狙ってるのバレてましたね。まだサウスポースタイルを続けますサネ方。逆に稲井はぐっとガードを固めます。ちょっとここで稲井の手数が減ってきたかもしれません。そうですね、ちょっと疲れたかな。この左のフックも今ガードしてましたねサネ方。やっぱりあのセコンド陣に言われたんじゃないですか。なるほど、なるほど。気をつけているのが見えますね、はい、逆にこのスイッチにしたことによってより見やすくなったかもしれません。あと当てづらくなったんじゃないですか。少しちょっとでも距離が縮まるんで、はい、サウスポースタイルを変えませんサネ方。今度はオーソドックスタイル戻しました。稲井選手ちょっと狙いすぎているところもありますね。ヒルク今ガードを落ちていましたサネ方です。さあ残り1分です。クロスに合わせてましたね。ウェルター級ランキング1位のサネ方対するランキング3位の稲井亮也。これで稲井が勝ちますと中野亮太へというそんな道が切り開けるかもしれません。さあ30切ります。さあここで打ち合ってくるか。近い距離、相手の手形を伺います。また左のフック稲井。倒したいですね。打ち合ってますね。まだダウンがない両選手。クロスが両方ともパンチ入ってか。近い距離、おこれでサネ方が、サネ方がいるか。稲井も回復、時間がない。ここで試合終了。ちょっと難しいな。難しいですね。際どい判定になりそうですか生田さん。際どいですね。これは3分3分で延長1ラウンドが設けられています。じゃあもう一度お願いします。お願いします。ちょっとお願いします。ただもう1ラウンドってなるとちょっと稲井選手の体力的な問題はどういうところかな、はい、ちょっと思うんで。なるほど。まあ、あの金方選手はもう歴も長いしタイトルマッチも数多くやってると思うので、はい、その辺は問題ないと思うんですけど。今ジャッジペーパー、集計が行われました。ジャッジ北尻29対28、赤サネ方。ジャッジアキア29対29、ドロー。ジャッジ大沢29対29、ドロー。よって2票以上の差がありませんので、この後インターバルを挟む延長ドロー、そして1人がサネ方を支持ということで。そうですね、延長に向かっていきます。延長になりました。やった、もう1回見れる。もう1回見られますよ、今ね。その瞬間に飯塚さんともみんなね、志田さんとも目が合って、目合わせて、やったね、やったねというね。もう1回見られますよ、とおかわりいただきました。さあこれで延長でしっかりと決着がつくかどうか。これで最後ですもんね。でもね、あの3ラウンドの最後、稲井選手ハイキックまで出してましたからね、はい、うん、あとは体力的なところになります。ライズウェルター級1位の金方拓実対ライズウェルター級3位稲井亮也、エクストララウンドが今始まりました。やはり両選手ともにこれはもう積極的にいくでしょう。左振って稲井、はい、ですね、返していきます。もうここはサネ方はずっとサウスポースタイルでいくかもしれません。まずは稲井が左のボディ、さらに左のフックといいパンチを当てていきました。このエクストララウンド、サネ方選手やっぱ入ってくるときにしっかり上にガードを上げてますね。ただ稲井選手も散らしが上手なので、
距離で実方選手戦いたくないですよね。先ほど近い距離はパンチの応酬になりました。まだ一ラット欲しい、再びオーソドックススタイル実方左に戻した、やはりあの左のフック、稲井は勝機を、まあ、今のは顎を捉えた、でもねちょっと食らったか、入ったと思った後に3発返すってすごくないですか、金方もまだしっかりと返していきます。延長1ラウンドです。この最初の3ラウンド1人のジャッジは金方を指示しました。その他2人はドロー、目線を下にして上を振ったり、はい、ちょっと揺らして左を振ってきたり上手ですね、あの稲井選手は。左フック、さあ残りは1分です。右ストレート、確実に顔面を捉えています。稲井のパンチ、左フック、ちょっと効いたがここで稲井行く、打ち合いに来いと、2人にしか分からないこの空間。あー、よく抜けるね、ストレート かわしましたね。さあここで首突きになってくるが、金方も返す、前に出てくる、金方が前に行ってるか、稲井が受ける形、そろそろ出てほしいですね、はい、稲井のパンチはここまで確実に返せました。アイキック、今見合う時間いらないんで打ち合ってほしい、もう30秒切ってます。最後の打ち合い、会場の声援ボリュームが上がる。さあ最後どちらが倒すか、ナイス、うわー来た、右、最後これで試合終了、ナイスファイト。いや最後ちょっと荒れましたね。どうでしょう、いつかさん、最後真方選手グラッときましたね、最後の方の打ち合いの時にやっぱ足技が出るって結構ポイント高いと思うんですよ、はい、その後にやっぱり当てましたね、カクッとちょっと落ちたけど、若干落ちたようには見えました。そうですね、ちょっと取られてる可能性も高いですね。さあこれがどういった結果になるか、エクストララウンドです。ジャッジアキラ10対9、青稲井、ジャッジ北尻10対9、青稲井、ジャッジ大沢10対9、青稲井。以上3対0の判定をもちまして勝者稲井亮也。延長の1ラウンドはいずれも3ジャッジ10対9、稲井亮也を支持しました。延長は3対0稲井亮也勝利を収めました。最後は判定になりましたが、延長までもつれるという一戦でした。 いい試合でしたね、はい、最後やっぱ打ち合ってくれて、また両選手ともに体力本当最後まで維持してましたよね、ただ2人とも疲れてはいたと思いますよ、でもさすがですね、見せ方が、はい、さすがでした。本当にその部分というのを見せてくれました。金方選手のもらった後の返し3発とかあると、はい、あれがポイントとして、持ってかれないので、そういう見せ方もすごい上手でしたね。さすがです。最後もハイキックを出していました金方拓実、ただ金方が判定で敗れています。ライズウェルター級のランキングとランカー同士の戦いになりました。ウェルター級1位金方拓実を、ウェルター級3位の稲井亮也が延長判定下しています。